霧妻作りとは、屋根形状の一つで、屋根の最長部の胸から地上に向かって二つの、傾斜面が本を伏せたような山形の形状をした屋根。講義には、当該屋根形式を持つ建築物のことを指す。霧妻屋根とも言う。建物の各面の呼び名として、長辺側、あるいは屋根の胸と、平行な面を平らと言い、短辺側、あるいは屋根の胸と、 直角な面を妻という。日本の自社建築、旧街道沿いに残る商家等の町屋建築における平入りや妻入りとは、建物のいずれの面に正面出入り口があるかによって分類した様式で、平入りは常実の平の側に出入り口があるものを指し、妻側から出入りするものを妻入りという。妻とは、建物の中央や中心に対して、多端を意味する橋を語源とし、 配偶者の呼び名の妻は、家屋の妻屋にいたことから名付けられた。料理の添え物として用いられる代表的な刺身の妻も同じ意味を持つ。これらは街並みにおいて、道路と建物の関係を示すもので、建物の胸を道路との間に作り、道路からは屋根の軒側から入る景色となる。道路に対して圧迫感がなく、馴染みやすい街並みを作る。桁とは、 建物最上部の大棟に対して平行方向に位置し屋根荷重を支える水平材の総称。その長さを桁行き、その方向を桁行き方向と言い、屋根においては柱の上部で屋根の重量を柱に伝達する役目を担い胸着と平行な向きに位置する。一方、大棟や桁に対して直行方向にかかる水平材を量という。その長さを張り間。 方向、両行、張り間方向という。屋根の頂部に並ぶ10本の円筒状水平材が、かつおぎ、頂部から交差して突き出ている斜め材が地儀。地儀の先端は水平に切断されている。神社建築においては、本殿の屋根を切り妻作り、あるいはその派生形である流れ作りとするものが多い。神社建築においては、 屋根の最長部にある構造材の胸着の上に、カツオギと呼ぶ屋根を押さえる、重しの役目を担う水平材が取り付く。神社建築においては、妻部分の斜め材を囲う、フ部分のハフ板が延長して、チギと呼ぶ、斜め材が突出する。チギの最短部が水平に切断されているものは女神、延直に切断されているものは女神を祀るという、俗説がある。今和マ郎 開港日本の民家相模処防1943年 P39 ありがとうございます。